皆さんこんにちは、阿部桃子です。本日は宮里藍サントリーレディースオープン2023のスペシャル企画となります。イエイというわけで、こちら六甲国際ゴルフクラブさんの方に来ているんですが、去年はですね、宮田桃香ちゃんと一緒に対決のラウンドをさせていただきまして、今年も対決の企画となっているんですが、ものすごい豪華なゲストが来てくださっています。早速ちょっとご紹介したいんですけれども、このお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。福山慎二郎さん、はい、そして高橋由伸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうも。はい、というわけで檜山さんはかなりウームゴルフに出ていただいて、はい、お久しぶりです。もうお久しぶりです。どうも、はい、由伸さんは初めましてですか、はい、ウームゴルフは。そうですね、はい、あんまりゴルフしてる姿を見せてこなかったので。貴重ですね。じゃあ嬉しいです、うん、はい、お二人は結構プライベートとかはゴルフご一緒される？プライベートゴルフは初めて、ね、初めてですね、まあ、仕事とか結構一緒になったりとかするけど、はい、これも貴重な機会です ね、 ですね、はい、まあでもね、意識はしますよ、やっぱり現役時代背番号24で。そうだ、守ってるポジションもライトで、よく比べられました。ゴルフの腕前はお二人はちょっとベストスコアなど平均スコアも聞きたいなと思います。僕ね、まあまあ上手くなってきました、はい、あ、アベレージはね、だいたい80前後ぐらいだと思います。すごい、はいはい、吉野部さんはどうですか、ゴルフは。僕はだいたい80前半から中盤ぐらいな感じです。でも2人とも計算します、はい、計算。いやいやいや、全然全然、なかなか一生懸命やってるんですけど、うまくならなくて、やっぱり噂だと飛ぶって聞きました。見かけ倒しです。でもお互い左打ち、野球はね左打ちだよね、ゴルフは右、まあ、練習場でちょっと見たら2人とも右なんだ。そうでした、そうでした。じゃあ楽しみです。はい、はい、よろしくお願いします。というわけで早速ラウンドに行こうと思うんですけれども、うん、今回もうさらにさらに豪華なゲストに来ていただいています、はい、宮里藍サントリーレディースオープンということで、うんうん、こちらの方にご登場いただきましょう、うん、どうぞ。よろしくお願いします。宮里藍プロです。よろしくお願いします。お願いします。緊張するな。僕はやんなくていいんじゃないか。いやもう檜山さんも高橋由伸さんだけでもすごい豪華なので、お二人のプレーを解説していただけるということで、じっくり見させていただきますので、よろしくお願いします。そっくりさんが来るんですけど。いや、僕初めてなんですよ。はい、そうですね、はい、もうなんか勝手に愛ちゃん愛ちゃんとか言いながら。まあ、嬉しいです、嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。私ももうゴルフ始めたのが愛ちゃんのプレーを見てきっかけという。ありがとうございます。その世代なんですよ。ありがとうございます、はい、もう作文とかにも愛ちゃんになりたいとか言ってたんですよ。もうすっごい嬉しい。どちらかといえばだから進行する係よりも本当はやりたいです。いや、もう今日はいっぱい勉強して帰ります。いや私はプレーしないですけど、でもお二人のプレーすごい楽しみです。本日ですが、この六甲国際ゴルフクラブの13番から18番の6ホールマッチプレーで戦っていただこうと思います、はい、お二人はこのコースは来たこと、はい、もう僕ははい、何回もプライベートでもやっぱり来させていただいてます。強いですね、はいはい、僕はプラマで2回ほど、はいはい、バラしていただいてます。あの、あいちゃん、あいちゃんって呼んじゃった。どちらでも、どちらでも、どちらでも大丈夫だと思う。いやいや、急になんか、はい、そう、宮里プロの、13番から18番のこうイメージといいますか、見どころだったりとかって。はい、そうですね、もう例年、はい、終盤に向けてやっぱりこうすごいスコアが動く、ところなので、やっぱり難易度も高いですし、うん、でホールによってすごい表情が違うというか、作戦の立て方も全然違いますし、こう流れを作っていくのが難しい上がりホールになっていくので、まあ、その辺をどうお二人が攻略するのかっていうのはすごく楽しみですね。なるほど。特に何番ホールとか16番とか。そうですね、16番は、はい、本当にプレッシャーがかかる、はいはい、ホールですし、やっぱりこう競ってるここ数年特に優勝争いで競ってるシーンが多いんですけれども、うん、はい、まあ、そこでこう一番プレッシャーかかるのは16番のティーショットになってくるかなと思います、はい、じゃあ、 まあ僕ら2人がそこ行くまでないです。うまく競ってたら面白いよね。あ、面白いです。あ、お願いします。マッチプレーなので何が起こるか本当に分からないですよね。はい、そしてですね、今回商品が
買った方にはあります、うん、はい、ザ・プレミアムモルツ1年分が贈呈されます。おー、いいですね。すごいですね、1年分、ね、いや、豪華。まあ、僕はあのグラス持ってますからね。あ、吉野も持ってるよね。だからもう自ら自分でこう注いでこう美味しくカッと、ね、みんな大好き、はい、ブレモル。もうあの紙泡でこうね、泡もうまいこと作って素晴らしいね、素晴らしいですね、はい、こちら大会の副賞にもなっているんです、うん、はい、はい、というわけでこちらを目指してお二人には戦っていただければと思います、うん、というわけで早速ラウンドに行きたいと思うんですけれども、はい、お二人のちょっとその前に意気込みを聞きたいなと思います。いや、もうそれはもちろんね、はい、買って、はい、ビールをいただいて、はい、まあまあやっぱりね、あのせっかくやっぱり愛ちゃんが、はい、来ていただいてるんで、うんうん、やっぱりいいところ見せたいです ね、 ね、プラスまあちょっとやっぱりいろんなアドバイスをいただければいいなっていうような、うんうん、そうですね、プロってこんな風にこうね、なんか、うん、プレイをしてるんだっていう、はい、こともちょっと聞きながらちょっとプレイしたいです。聞きたいです、うん、私も、うん、はい、吉野部さんはいかがですか。いや、もう先輩に胸を借りてまずおー、もうぶつかっていきたいなと思ってますしあのやっぱり野球選手大したことないなと思われないようにそんな風に思われたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ先行後攻はじゃんけんで決めちゃいましょう。じゃんけんで、あ、じゃんけんで、じゃんけんですか。なるほど、はい、わかりました。じゃあ行きますか。最初はグーじゃんけん、はい、高校で。おお、高校ですね。はいはい、先に行くと思ったんだけど。はい、よろしくお願いします。はいはい、この13番はどんなコースですか。あの、まあ、基本やっぱり上りなので、うん、あの、まあ、セカンド、まあ、ティーショットもそうなんですけど、やっぱセカンドの距離感、縦の距離感を合わすのがすごく難しいホールにはなってますね。はい、どんなスイングするかですね。はい。含めて見ていただき楽しみ。なんか嫌ですね、この雰囲気で。多分でもお二人の飛距離だったら右のバンカーは一番奥のバンカー以外は超えると思うので、キャリーで比較的フェアウェイは広く使っていただけるかなと思うんですけど、あのグリーンがやや右目の方が狙いやすいと思います。あのピンがあのちょっと今日左目に多分切ってあると思うので、左からだとあのちょっとアングルがすごい狭く見えるので、はいはい、右側の方がグリーンがこう大きく横に広く視覚的には見えるので、うん、狙いやすいと思います。できればフェアウェイ右サイドに打っていただく。右はダメなんですね。そうなんです、右とも取りたらダメなんです。そこなんです、こっち側で、はい、ピンポイントです、はい、プレッシャーかけますね高橋さん持ち球とかありますか。その日によってです。おっ、分かります。今その気持ちは分かります、私。いいですか、打って。はい。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まあまあ、これは出てくるでしょう。キック。まあ、やっぱ飛んでますね。全然落ちるとこが違いますもんね。安全な方向、はい、ね、でもやっぱりあのバンカー嫌やもんね、右のバンカーがね。そうなんですよね、うん、意識しちゃいますね。吹けたら嫌だなみたいな感じ、うん、ではお願いします。お願いします。ちょっとリラックスね。はい、リラックス。うわ、同じや。やっぱ一緒です。一緒です。一緒です。はい、一緒です。やっぱり先輩優しいです。こんなもんですね。すいません、私のあの説明の時間返してもらっていいですか。せっかく言われてることと全然違う。いや、大丈夫です。安心しました。ちょっと私。そうあのね、野球選手あんまり言うこと聞かないんですよ。はい、なんか自分自分なんで嫌なところとかも緊張するって、やっぱ例えばあのトーナメント初日の一発目とかあるんですか。いやいや、もう私はすごい緊張しいだったので、本当ですか。そうなんですよ、それなんかね、その緊張してるのほぐす方法みたいなとか、うん、自分ではもういっぱいありました。あの例えばいや、なんかあの私の場合はやっぱり呼吸が浅くなりがちだったりとか、まあ、その呼吸きっかけでその自分のその重心っていうんですかね、スイングの重心が上がりやすくなったりしてたので、できるだけやっぱり呼吸を下にっていうのが一つありましたね。はい、あとなんかあの緊張するとすごい目線があちこち行っちゃうタイプだったので、
キョロキョロしないようにするとか、キャディさんとこうゆっくり会話をするとか、なんかそういうきっかけ作りはいっぱいありましたね。結構じゃあもう、でもそれはもうプロによってはいろいろ、プロの選手によってはギャラリーさんのなんか知れてちょっと話をしたりとかそうですね、はい、いますね。あの最近の、 あの若い選手は緊張しないっていうのが結構多いので、野球選手でも結構アスリート多いですよね最近ね、はい、本当ですか、うん、私にはちょっとその感覚はわからないので、私もわかんない、羨ましいなと思いますね本当に。なんかこう現役時代緊張するっていうと、僕もめちゃくちゃ緊張しいなんで。本当ですか。開幕とか、まあなんかそういった時はもう、うん、もう地に足がついてない、自分で分かりますもん、あるよね、あ、本当ですか。檜山さんもありました。開幕初球でホームランとかありましたよね。いやもうね、僕分かっても、もうあの時だってもう手がなんていうんですか、こわばってるというか、なんか感覚が薄い、なんか鈍いような感じがして、はいはいはい、でも絶対時間はね進んでいくから、そうなんですよ、もうやらざるを得ないしっていう、うんうんうん、どこでまあ覚悟を決めるかみたいな感じ、そうなんですね、それはあるでしょ、やっぱりもう準備でなんとかこう、うん、そうですね、なんかもうでもルー、まあ、ルーある程度のルーティーンが、あのゴルフとかやっぱスタート時間決まってるじゃないですか、なのでやっぱそこに向けてのその逆算のルーティーンの中で、なんか一つ一つこなしていくと、やっぱその腹が座ってくるというか、なんかこう、はい、なんかそんな感じでしたね、やっぱりなんか経験がやっぱり、ね、そうですね、はい、木も越えなきゃいけないし、あーいや多分私はでもあの木はあんまりプロは多分気にならないと思うんで、番手的にも。ただ200ヤード超えてるっていうのはちょっと大きいですよね。当たるなおイメージが。おお、戻ってこない。あ、でもバンカーは超えてた気がしますけど、距離は良かったですね。よし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 、やっぱりちょっと普通のアマチュアの方と違いますね、やっぱパワーとか、はい、よしよしよし、はい、六甲国際傾斜が多いですよね。ね、多いよね、はい、しかも要所要所なんで全部ではないんですけど、それがまた難しい、難しい、うわ、来た、いい、来たわ、すごい、おナイスです、すごい、めちゃくちゃいい当たりしましたね、おーおー、羨ましいぐらいいい当たりでした、ね、すごい、自分が一番びっくりしましたすげーな、弾道、いいショット、すげー当たりでした。いや、多分見た目では伝わらなかったと思うんですけど、すごい難しいショットだったと思います。言わなくてよかった、はい、言われなくてよかったです、はい、いや左足下がりで球がやっぱ上がりにくいんで、はい、曲がってて、すごい、そうやろ、85って絶対プレッシャーかけたなあ、いいとこ、いいとこ、わ、めっちゃいいとこ、 OB 危なかったです、危なかったです、危なかったよこれは難しい。まああのプロはこういうとこには打たないですからね、はい、ミスしてもこんなとこにはいかないように打ちますけど、うーん、短いか、あ、止まってるかな。宮崎プロだと今の転がしてました。いやー、転がす、そうですね、うん、ここのティフトンが結構やっぱふわふわなんで、手前に当ててっていうのがちょっと難しいと思うんですけど、でもとはいえキャリー出すのも今のは難しかったので、本当縦の距離だけで打ってたと思いますね。もうあの時点で負けですよねマッチプレーなんでもう、あ、関係ないからね、行くしかないですね。そうですよ、はい、バカだな、まあ大丈夫、入っちゃえば入っちゃいます。まあ、2段グリーンのようなアンジュレーションですよね。あのしっかりしたこういう2段グリーンではないんですけど、六国切れそうで切れへん、ね、そうなんですよ、ね、難しいんですよ、ね、読みが、ね、そう、よし、おー、ナイス、入っちゃえ、入っちゃえ、おー、ナイスです、ナイスタッチ、
ナイスタッチです。完全フォローだったんです。ラインも読めてます。 OK です、はい、OK です。そうか、マッチャもね、はい、はい、入ってたらね、まあまあのプレッシャーありますね。スーパットで行かせてきてくれたんで、そんなに曲がんない。おいいんじゃない？5入れ、届け、おー、ナイス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 、あー、というわけで、吉野さん、ワンナップ、はい、ワンナップ、ね、はい、はい、いや、もうあのセカンドショットでもやっぱりね、そうですね、今、もうセカンドはもう、僕の中ではもう、おかしいんですよ、ね、すごかったです、はい、すごい、ね、はい、ヘムさんはこれからね、これからです、そうですよね、次あるんで、まだ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 、いかにゴルファーはいかにこう気持ちのね、切り替えは、はい、おっしゃる通りです、はい、次行きましょう、はい、行きましょう、はい、はい、もうあのセカンドあそこに打った時点でアウトですよ。このホールはどうやってまず、はい、ここはもうとにかくティーショット命のホールです。というのもあのフェアウェイが結構狭いので、特にあの飛ばされる方はあの落としどころがこうキュッとフェアウェイが狭くなっているので、ドライバーだと、まあ、プロでいうとライン出しっていうんですけど、その狙ったところにしっかり最初に打ち出せるかどうかっていうところがすごい勝負になってきます。で、あの多分お二人の距離だと右のバンカーは超えると思うので、まあ、右側最悪ラフでもいいっていう思いで、ちょっとあの木の方向2本、はい、のラインからちょっとまあドローで打っていけたら最高だなと。ドローですか、ドローですか、すごい高いものを求めてるんですけど、はい、キッチンピンじゃなくてドローですか、ね、はい、ジョンさんだったらいますよ、そういうイメージですね。わかりました、はい、ちょっとそっちの方を狙って、はい、お願いします、いきたいと思います、はい、あー右行った、惜しい、帰ってこない、耐えろ、これはちょっと厳しいですね。ねえ、ちょっと見えなかった、ね、見えた。ルール暫定球と言わなかんねえね。そうです、ね、はい、ね、うん、ね、一応言わないといけない。よいしょ、言った通り、ナイスです、いいところですね、狙いどおりです、風に負けない、すごい拍手を受けて、いやいや、はい、ナイス、おー、完璧だ、ほら、ちょっとだいぶ捕まった、ね、だいぶ捕まりましたね、でも完璧です、いいっすよ、完璧です、はい、めちゃめちゃいいショットでした、素晴らしい、素晴らしい、いい戦いです。よかった、ホッとした今、はい、下のスイングを見るときに、はい、ここをよく見るみたいなのってあります？なんか癖的な、あ、そうですね、一つのポイントだけは見てないです。私多分全体的なリズムと、そのリズムを元にしてどこに力が入ってるかなっていうのを多分見てる感じなので、私あんまり技術的にこうすごい、あの、なんていうんですかね、理論的にこう話すのはすごい苦手なんですけど、でもそのどちらかというと自分も感覚派なので、なんかその人のリズム見て、あ、ここちょっと早かったなと思ったら多分右がちょっと右に力入ったなとか、なんかそういう感じで見てますね。で、一緒に回っててもね、やっぱり同組のプロとかでリズムが合う合わないあるでしょ、絶対。ちょっと、そうですね、プレーのペースとか、はい、そういうのもあります、はい、あります、あります。やっぱり人のプレーも一応見るんですか、やっぱり。あ、見てます、はい、あ、この選手ちょっと今リズム崩れてきたなとか、今すごく手つけれないぐらい、いや、なんか試合中、現役の時はそういうふうには見てなかったです、あんまり。もうなんかその選手のプレースタイルとして見てたので、あんまりスイングどうこうっていう感じでは見てなかったですね。あくまでももう自分のプレーで。そうですね、はい。じゃあ今のお二人のショットを見てて、あ、ここがとかちょっと思いながら見てる、はい、見てる、怖いね、ありがとうございます、気になってきちゃいますね、ホールがちょっとそういうアドバイス、あ、はいはいはい、あ、いただきたいです、チェックしてもらって、はい、あ、すごくいいところ、すごい、2人ともいいね、いいね、よしよしよし、思ってる想像より20ヤードぐらいやっぱ飛んでますね、はい、すごい、あ、風がなければ同じぐらい飛ぶ選手ももちろんいます、
でも多分私とかだともう本当に20ヤードは確実に後ろです、ね、このバンカーがすごく効いてる、ね、そうです、はい、ちょうどキャリーで越えないぐらいの距離なので、あ、はい、でそれ嫌がってとこっちそうです、はい、左行っちゃう、行くと狙いで、はい、そうなんです、厳しいですね本当に戦略あります。今日結構難しいピンですね、左のバンカー越えなので。トーナメントに近い感じですか？感じですね、はい、でもあの安全機だよな。でもどっち攻めないと、攻めないとプレッシャーかけないといけないな。もういい、わあこれもいいわ、ピンに向かっている、来たわ、おーあーまあまあのところですね、おい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 、ちょっとプレッシャーかけながらすごいちょっと今ねアイアンチョッピーですね、ちょっとビジターよ、ビジター、ビジターもう僕自分のイメージはもうピンが左にあるからセンター狙おうかなと思ったけど、吉野があんなデッドに狙ったらこっちもデッドに行かないしょうがないよね。わこれもいい、ちょっと戻んないか、まあまあ、いやでもナイスです、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 十分です、ナイスです、はい、いい戦いです、まっすぐです。でも吉野さんは暫定球ってことも、そうなんだ、そっかそっか、そう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 、それでいくの、そうそうそう、そうだから僕はもう抜き入れたらボギーですよね、でもそうですよね、プレッシャーかけるなるほどなるほど。ここは、まあ手前も手前は特にあのちょっとこう傾斜があるので、あの右手前のピンの時はキャリーを出すのがすごい大事 で奥と左もこのバン左手前だとこのバンカーがすごい効いてくるので、まあどこにそのキャリーを刺すかっていうそのライン出しもすごい重要ですし、なんかね、でも去年も一昨年もここのスコアリングアベレージってすごいやっぱ難しかったんですよ、はい、なので18番の次に難しいホールだったと思うんですけど、ラインも一緒に読みたくなっちゃう。いやもう綺麗なキャディさんがもうやるからもう出だしだけかな、出だしだけだと思いますね、はい、こっち来たら、ま、相当曲がりそうに見えるのに、うん、案外曲がらんな、それも出しすぎかな、出しすぎてるわ、うん、でもナイスタッチです、ナイスですね、出だしもそこまでいかんか、あー7下り、ちょっと待ってくださいね、下ってるんですよね、ん、うん、下りはないと思います、はい、フラット、どちらかというとフラットですね、もっと悩めあーちょっとゴルフっぽくなってきましたね、なんかバチプレーっぽくなってきましたバチバチな感じですしっかりと、お来た来た、惜しい、入ったもんだ今、入ったと思いました、ねえ、うん、OK、 ありがとうございます、ナイスです、ナイスパット、ツーパットで大丈夫いやもうこれいざという時にね、はい、こういうのね、はい、よくあるで OK されてたら、ね、えらいことになるから、ナイスパットです、戻しました、ありがとうございます、はい、というわけで2ホール終えましてオールスクエア、スクエアです、はい、はい、1ホール目ワンナップになってすぐ取り返しました、うん、はいはいはい、はいはい、まあまあ2つ目はね、吉野君のちょっとねミスショットから、はい、あったんでまあそこは助かりましたねはいはい、でもいい勝負になりそうな、はい、気配が、やっぱり愛ちゃんのアドバイスも、はいはい、いいですよね、全然やっぱりドライバーのイメージもやっぱいい、ね、まあできてもできなくてもやっぱり言われたことなんかやってみたいな、うん、イメージね、あー、そうですね、うん、というわけでさらにここから面白い展開になっていくと思います、はい、ぜひ次回も見てください、はい、で左はあの池越えたところがちょっと下ってるので手前に落ちるとやっぱ跳ねやすいですし、でも奥に行き過ぎると奥の2段グリーンの上に乗ってしまうので、うん、というわけで、はい、やっとです、はい、やっと愛ちゃんのショットが見れます、おーやったありがとうございます、よしやった見とれるな、見とれるいや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 、動画のご視聴ありがとうございました、チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらとなってます、せーの、また見てね。